カムロ署の谷村だ。お前が保護してもらいたがってるって話を聞いてやってきた。ああ、あんたがそうか。お前が上野清和会の三島だな。俺は上の世話に殺されちまう。刑務所でもどこへでも行くから俺を助けてくれ。分かった。とりあえず俺のアジトまで来い。警察で保護の体制が整うまでの間、そこでしばらく。ガッハ。あんたは杉内さん。
そこまでだ。これは。ここまでだ、杉内。お前が上野清和会のカツナギと内通していたことは割れている。無駄な抵抗はやめて、おとなしく投降しろ。杉内さん、もう終わりにしましょう。てめえらおどぎがな、俺の招待したとこで結局何にもできやしねえんだ。じゃあな。動くな。撃てんのかよ、須藤さんよ。ここで撃ったらあんた終わりだ。日本の警察ってのはな、撃てねえんだよ。そうだろ。一課長、何してるんですか。命令を。これが警察って組織がひしこいて守ってる正義ってやつだ。お前にも分かったか。じゃあな。俺は撃てるぜ、谷村。法律がどうこうって問題じゃねえ。要はこれが俺の警察官としての正義だ。谷村、お前やっぱり見込みがある男だぜ。現場で30年近くデカやってる俺が言ってんだ。間違いねえよ。それはありがたいね。分かった。それじゃお前の正義ってやつがどこまで本気なのか味わしてもらおうか。待て。まさか、お前がここまでやるとはな。教えてやろう。おやっさんはな、俺がやったんだ。何？てめえの親父を殺したのは、この俺だって言ってんだ！逃がさねえぜ。手錠かけてくれでな、捕まえたと思ってんじゃねえぞ、谷村。さら。
教えろ、俺の親父を殺したのは誰なんだ。25年前俺の親父を荒川に捨てたのは誰なんだ。おい言え。今さら何度も言わせんな。俺だ。どうした、撃たねえのか。なんでだよ、なんであんたなんだよ、なんで、なんで警察官が警察官を殺さなきゃなんねえんだよ。だから言ったじゃねえか、違うんだって。俺はな、そもそも警察官じゃねえ。え？俺はな、極道なんだよ。どういうことだ。俺と桂木はな、そっちの世界でいうとこの兄弟、つまり親友ってことだ。なんだって。俺初めから上の世話会側の人間なんだ。警察の内部事情をスパイするために警察学校に入り、デカになったヤクザ、それが俺だ。じゃあ25年前の上野義治襲撃事件の真犯人が桂木だということを俺の親父が知ってしまったから、あんたは親父を殺したのか。そんな簡単な話じゃねえ。そんな簡単な話じゃねえんだよ。